はいおはようございます。えー、配布検定やってきます。ラスカイヒマージャンということで。ただこれ、トンプー戦5局だけなんで。はい。まあ、トンプー戦でもいいんですけど、まあ、もしトンプー戦だったら別に2つとかでもいいんでね。まあ、局数,、ね、数にもやりますけど。はい。 まあ、トンプ戦で5曲だけだと、まあ、ね、ちょっと、うん、俺も申し訳ないなって思うから、普通の4曲、5曲のトンプ戦だったら2つでも大丈夫ですんで、また後から追加していただいてもよろしいのでね。ということでやっていきます。これ、まあ多分高速卓なんでしょうね。この成績貼ったってことは。まあ40試合しかないんで、まああんま当てにはなんないですけど。 はい、まあこんな感じですということで。KH さんね。どうも。まあ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 、風、ま、呂、あまあまあ、率ぐらいか。42%ぐらい。うん。まあそれぐらいかな。あとまあ、報従率とかもまあ明らかな下振れだと思うし。ただ、報従率が17%ある割には、成績はトップ率3割。まあね、展開の巡り合わせ的なとこもありますんでね。 まあ、じゃあまあね、はい。まあ、見ていきましょう。はい、ラスカーの高速タグということで。まあ、高速タグなんで多分細かいミスいっぱいあると思うんでね。うん、5曲ですけど、なるべく指摘できたらいいなと思います。はい。では、遠ン曲なんちゃドラが発って暑いな、今日。暑いっていうか、あれだな。日が、気温は多分窓開けたらそうでもないんだけど。うん、全然涼しい。むしろなんか寒そう、これ。 上着ないと。って言うんだけどちょっと、えー、外の音も入るし、旦クーラーつける。まあ、別に、冬だと、そんなクーラー、電気代かからんよね。どうなんすかね普通に考えたらそうだよね。 夏の暑い中クーラーかけるのと、外が涼しい中クーラーかけるのじゃ、さすがに、電気代違いますよね。てかなんか普通にも換気扇みたいなやつがあったらいいのになと思うんだけどね、俺。クーラーでもさ、そういうモードが。なんかよく、送風とか、ね、そうなのかなって勘違いしてる人いるけど、送風もちゃうしな。 送風はただ部屋の空気吸って部屋の空気出してるだけだからただただ外の空気をそのまま中に入れるっていう機能があればいいよな電気代もほぼねかかんなそうだしねそれだったらただそれはないよな,な換気扇が普通の換気扇があってもいいけど部屋にそれあったらだいぶいいっすよね部屋の 気温はそうでもなくても、やっぱり部屋の中ってこもるんで。だからといってまだ開けると、大通り沿いだとか、ね、季節によっては虫がいたりとかするとね、それも嫌なんで。日本の住宅、全室に、換気扇取り入れる文化、よろしくお願いします。はい。まあね、めっちゃ便利そうっすけどね。 換気扇、ちっちゃいやつめっちゃな。ちっちゃい換気扇でも、これから、マンション、部屋とか建てるときの。まあ、どこにも窓がないような部屋だったらダメだけど、別に窓がある部屋だったら、窓の一部につける。ちょっとそれはしんどいか。なんかね。はい、とにかくなんちゃ、ドラグ発。 はい、初、まあ、まあ、それはシャア切るわ、うん。パースを引いても。まあパースを引いても、初ポンしてカンチャンリャンメンで恨めてないように見えるけど、普通に恨めてるしな。まあ、それはシャアしかない。まあ、高速タクだから、ジャンルクというより、瞬発力のミスは絶対生じてると思うんだけど、まあ、それを言ってもしゃあないから。まあ しっかりこういうとこもい見ていきたいと思います。はい。シャあ、切逆に高速タクの配布ですって言ってな、ミスが全くなかったらな、ちょっと脅威を感じるからね、俺もね。ライバル視する感じでね。うん。いや、こいつできるなっていう。はい、じゃあ行きましょう。は、ハークキルま、特別仕ろとかでも泣かないしね。え、はい、まあ、数層とか弾くとちょいむずか 一応、しごろで仕掛けるってことも可能なんで、まあ一応そういうのも出てくるけど、まあそれぐらいだな。嘘を引く。うん。まあ別になんもないね。まあ後付けでいくかか。まあ、三ピンウピンはなくわな。うん。他は泣かない。うん。それでいいと思います。他は泣かないって言うけどね。うん。じゃあ、初も泣かないんだとか、そういう、ね、ことは言わないでくださいね。 当然泣くので、ね、ここでちょっと無駄つもが続いてしまった2列目入ったまあだからといってもないかなないなうん特別変化は私が良すぎるんでねまあサブローマンとか泣いてもね サブローマンとかウーマンとか泣くってことは、結局サブローマン、ウーマン、ウッパスソーを泣いてるわけだからね。サブローマン、ウーマン、ウッパスソーのごめんちゃんから泣いてるみたいな感じですね。初ポンしたらイい,いシャンテンにはなるんですけど、<laughs> サブローマンをチーする、したりウーマンをポンしたときに、<laughs> ね、残る形っていうのは、結局、例えばサンマンをチーしたとしても、で、残る形っていうのは、 ローマンチー、ウーンポーン、ウソポー、ウソチー、パソチーとかね、したときと同じ形残るんで、まあ、ごめんちゃんから泣いてもしゃあないかなっていう。まあ、あとはまあ、まあ、その中でも、まあ、ローマンだけはしぼろ変化があるから、ね、ローソウスーソーを引いたときにってな、役はつくかもしれんけど、まあ、ないっすわね。 まあもう、基本的には、数層引いたの話変わってきたな。まあ、一瞬これ泣いてもって思ったけどね。まあちょっとそれもな。老僧をーソ僧ーーーでチーしてウー,ソーを切ることによって、しごろも天秤かけながら初バックだけどまあないわな。と思ったら数層引いた。はい。まあこうなるとね、まあ一応しごろ見えてきた。はい。ということで、まあ形だけ見たらウーマンしかないですね。 まあウーうそを切っちゃうと、ウっパーソーを受けなくなっちゃう。うん。うっパーソーを切るとウッーー、ウっパソウの4枚受けなくなっちゃう。ウーマン切ると、ウーマンの2枚受けがなくなっちゃうで。どちらもまあしごろ見れますけど、まあ形的にウーマン切ります。まあ、こ,これ切ると、サブロッソーを受けなくなっちゃうんで、サブロッソ層は残り5枚。うん。 まあ、初バックのみに重点当てるとすると、この方が受け入れは広いかな。うん、嘘き切っちゃうとね、結局、ポン材が、きないんですけど、まあまあまあ、嘘で、あ、嘘じゃない、ウーアンで、しごろもあるし。はい。いいここでいいシャンテン。 まあ、イーシャンテンでここら辺の順目だと、まあ、初出て満画のチーテンポンテンは、取ってもいいかな。高速タグだったら、まあ、俺、ああ、でも、きつい。ちょっとまだ取らないか。下茶仕掛けられたんで合わせようかなと思ったけど、まあ、下茶の皮も、全くまあ、まだ、テンパイかどうかもわかんないんで、まあ、手出しは結構入ってるけどね。まあ、泣かないわな。 うーん、通風路か。いそういそう。まだわからんけど、まあ、通風路と考えると、まあ、泣いてもいいっすね、ここでね。まあ、下着が初とか掴んだら、上がれるしね。泣いてもいいと思います。まあ、いそういそう、途中落とし来たってことは、まあ、初はないだろうしね。まあ、初があるなしは、まあ、関係ないけど。まあ、明らかにバックみたいな仕掛けしてたら、もう、残り初しかないから、バックがね。それは泣かないけど、 普通の単要の仕掛けでイーソーいそうといつとしてことは、まあ、初ないんで。ね、本罪としてはイいそう優秀なんで。まあ、ないかわかんないですけど、ともったらあっさりで出ていく<う>。はい。はい。回数数えるとき、変速3面はマックス7枚。数万切るね。ウーマン切ったらマックス8枚なんで、まあ、関連牌見て、決めたらいいかな。はい、瞬時に。えまず、普通にサブローマン受けた場合は、2枚切れてる。残り6枚。え数万切った場合は、ウッパスウーマン。 一枚切れてる。六枚。同じ。はい。枚数同じか。だったら、ま、あ下茶に泣かれ具合考える。下茶に泣かれるっていうなら、ま、あ一応ツーチャンスになってるスーマンの方がいいかな。<laughs> ウーマンローマンが二枚ずつ見えてるから。ま、あでも、ウーマンも、ま、あそうか。ローマンチーマン二枚ずつ見えてるか。 ちょっとでも下茶に泣かれづらい。ポンされる可能性。で、言うと、数万のがションパイだから高いか。ウーマン切った方がいいかまあ自分の顔が典型的なね。最終手出しウーマンでまたぎ筋。それも嫌なんですけどね。まあそれ避けるなら数万だな。だけどまあ、ワンチャンでもやっぱり仕掛けられたくないっていうなら一応ウーマンの方がいいのかな、これ。 どっちなんだろうね。ほぼ変わんなそう。うん。まあ一応だけど、下茶からの食い伸ばしとかも同じだしな。ウーマンだったら67、6677から仕掛けてるか。6677からだったらこれをポンしてるとか、うん、ウーマンがチーされるってことは66、6677もしくは、あ、3467もあるが、うん、まあ変わんないな。数万だったら。<ン>うん、数万、まあ、2面だと数万。 は、純粋な単ヤオだと、5、6だけ。うん、2、3で数万は E マン来てるから泣かれづらい。ウーマンはリアンウーマンでブッパーマンでも泣かれる可能性はある。うん、だから、まあやっぱ俺は一応数万にすんのかな。まあ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 、一応、うまあ数万 あとはやっぱりまあ山的にもパーソーのがなら狙えるあとは最終手立ちがウーマンでサブローマンは明らかに嫌だとかもねあるかな。まあ一応俺数万にしときます。まあこれはそれぞれなんか、もしなんか明確に理由があったら教えてください。どういう理由でこっちのがいいと思うっていうのがあればね、DM 送ってください。 まあ一応俺は、またぎ筋の両面、もろなんか止められそうな街は避ける。あと、まあ、下茶にもわずかに数万のが泣かれづらいかな。そうだね。俺なんかウーマンをローマンチーマンで通ーシャンスで考えてるけど、普通にリャーウーマンもあるもんね。うん。で一応、数万のが下茶には泣かれづらいという判断で、数万にしときます。はい。まあ高速タクなんで、むずいよね。 まあまあまあ馬の方がいいのかもしれないしもしかしたら、はい、いおいサクッと上がっていくはいお見事いはいまあ現状の俺のン力では一応それぐらいしかこじつけられなかったんで、まあ、もし俺もなんか新たな こういう問題って結構俺,俺もチャリとか恋出るときもぼんやり考えて、あれ本当にスーマンウーマンどっちが良かったんかなって結構考えるから、もしなんか新しくあれば、お知らせしますわ。これがスーマンウーマンどっちがいて本当に結論づいたら。え現状では俺はスーマンという、あのー、結論に至りました。はいえー、とにかく親ドラが一層。 うんこれで漫画上がったのかまあ突風のラスカヒマーゃんでね漫画上がっちゃうとねまあ結構どういう風に言ってもいいんですけど、まあ、高速卓で俺と一緒に同卓してる人とかわかると思うけどめちゃくちゃ折り気味に打つんで俺もねまあ、結局こんなん包重しなかったらラスないまあだからといってトップもないけどねこっからハイパイ全部ベタ折りしてたらトップ率も限りなく低いけどとは言ってもトップになる可能性やっぱあるんでとにかく包重したくないこっから全曲ベタ折りしてもラスないんで まあ、ゼロとは言わないけど、まあまあまあ、ほぼゼロじゃないですか。だから、だからといってハイパー寄りはしないものの、とにかく包重だけはしたくない。包重すると普通にラスあるんで、はい。っていうような思考で見ていきたい,、はい。だからといってもね、別にトップ率大幅に下がっちゃうんで、ここも、ここら辺のね、いい手配なればね、普通に行くんですけど。はい、とりあえず何切る、まあ、キル急ピンからは一つあるし、数層からは4、5、6あるみたいな手ですね。はい 9ピン引く。うん、まあまあ普通に白切る。アンパイ1枚持つとかそれはない。まあそれは俺考えたことないですね。ムリーガーとかだとパーソを切るとかあんのか。アンパイ1枚持ってみたいな。まあ、まあそういうのもラスカヒマージャンでどうしても守備だったらあるかもしれない。孤立のハチと。パーソーの、ね。まあ俺は普通にまあ、この順目でこの手配いいんで。ただまあパーソを軽く押しついても、まあピンフだけつくぐらいだから、まあパーソを切るとかもありなんかな。 まあ俺はやったことないけど、パーソーとかも全然ありだと思います。結構俺メリハリ型なんで、ここまでの手だと普通に吐く切る。で、少々悪いともう完全にコンパクトに打つみたいな。でやってますね、はい。うん。まあしごろもあるんで、いいピン切る。うん。うん うーん、なんだ、これは。まあ、上がりだけマックスだったら9ピン切るけど、まあ、これも、そういう局面じゃないんで、まあ、平凡に2ピンで。はい。まあ、9ピン切るの。まあ、よくよく見るとドラも言いそうだから、まあ、そこまで食い胆の怖さはないよね。まあ、俺いつも言ってるけど、 赤アカリマージャンだと本当にドラがチュンチャンパイ、かつ自分がドラゼロって、もう本当すぐチーとかされて、ね。はい、テンパイ、単要ドラさん。で、適当に切ったパワー層とかが、はい、単要ドラさん、宝珠とか。だからそういうのめちゃくちゃ怖いんで。ただ今回一応ドラ言いそうなんで、それはないと。まあ、リーチだけ怖い。っていうんで、自分親だからやっぱり、リーチで積もられてね、マンガかぶったりすると、2着落ちちゃうんで。うん。 悪くはない選択だと思う。はい。まあ、ただ、やっぱ、トンプ戦でマンガンとか上がると、ちょっともうちょい手抜きの方がいいかもね。9ピン8杯残しながら、2ピン切って、面前後手。まあ、やっぱり仕掛けた時が安すぎるな。9ピン、あ、2ピン切って、3ピン裏目っても、まあ別に、2面できるし。うん。まあ、ウーピン切るか、またそこでロウソウとか。 ね、パーソー切るかとかは選択になってくるけど、まあ、3層引いちゃったとしてもそんなめちゃくちゃ恨めじゃないそもそも仕掛けていくのかっていうただ9ピン切るともう俺は仕掛けます全部やっぱ上がり率マックス高めないとそれこそ放充率がめちゃくちゃ上がっちゃうんでチンタラやってるともう3ピンとかも仕掛けるしまあウーソーチーソーも仕掛けるしっていう手組みしていくうん、まあ、9ピン切ったら、ね もうとにかく上がり潰すっていう意識かな。はい。いなんかちょっとツモがむずいな。まあ一応、リアンピン切る。リアンピン切る。うん。まあ、リアンピン切る。こんなウーピンとか切っちゃってもいいけどね。アンパイ引いたらね。ツーソうん。まあ、ウーピン切る。リアンソー切る。 そうねまあ、現状の受け入れとしてはこの形はまあウーピン縦しかないからウーピンの1枚のみでまあ2層だったら3層の4枚受けあるんでまあ、ウーピン切るのが普通かなピンズの2面変化残しながらう,うんまあただまあ仕掛けるのは偉いまあちょっとこれはねあのもう数層でピンズの変化は強いんでウーピン1枚外してもちょっとないかな数層かな うん、これはいいね。うん、いいね。リーチった。まあ、これ上が,せる上がれるとでかいけど、上がれた。まあ、何を引いて降りるかっていうのは非常に難しいよな。まあ、神茶のリーチだったら、マジで振った瞬間にね、せっかく初ドラさん上がったのに、なんか、漫画振ったらなくなっちゃうけど、それが。まあ、一応、トイメンのリーチだと漫画ンン振ったとこで、神茶とはまだ、まだね、マンガン分の点数あるんで。 まあ振っても、しゃーないっちゃしゃーないけど、ただ振りたくないからむずいっすね。これね、危険範囲掴んだら。で、ウーピンも通りそうだから、ウーピンウーピンウーピン。まあ、ローピン現物。で、パーソンも通りそう。っていうと、アンパイ盛りだくさんなんで。盛りだくさんってなんだうん。はい。アンパイ盛りだくさんなんで。ちょっともう、無筋一個もしたくないって感じですよね。はい。そんな感じでした。 まあ、これはナイスな上がり。うん。トイメンのマンツモとかね、潰してる可能性あるし。シビアに、上がりに行ったと。うん。はい、行きます。うん、まあ、これもいい手だな。はい。9ピン9ン切ってく。うん、いいまま切る。うん、はい、はい。まあ、う、うー切るだな。うん、普通に。ペン酸素、ドラ。 うん最強かいまあリーチではいメンピンドライチまあこれ上がれば試合決まるって感じでまあこういうのもラスカヒマージャーダマとかする人いるんだけど、まあ、やっぱしっかりメンピンドライチとかもリーチしてこれリーチしなくて肉上がってもね普通に下茶とぽめ面にまくられるんでまだ、うん、これはちょっと報酬を避ける場面ではないな、はい、手配が良すぎて、はい、えっ神茶が チ一発、相撲赤、赤。うん。まあ、裏乗らなくてよかったえっ。裏乗るといよいよ分かんなかったよな、今な。3万点割っちゃうし。はい、えー、トンさん、極ペイチャドラ9ピン。うーん、これ悪い。俺どうしてるかな、この点数状況。まあ、親に上がれるの嫌だから、ハイパー寄りで親に絞る。親以外が上があれば、トップでオーラスもいけるかもしれない。とかも考えながら。 まあ、手言いながらいきなり厄介とか重なると話変わってくるんだけど。まあ、あとりあえず30ぐらいだけ一瞬普通に打って。あ、E マン切る。あ、シャアか。ああ、いや、これはまっすぐ行かない方がいい。E マンキューマンでいいわ。う厄、ん、介重なった時はけ別に E マンとかキューマンから横引きついてもそんな後悔いない。E マンキューマン切る。これはちょっと守備、守備意識足らないかな。9マン。まあ、まあ、一応高め3色はあるかもしれないから E マンから切るな。 うん、E マンから切るな。うん、ツモいいな。うーん、ま、あ、これでも別に E マンから、ま、あ、ツモが急激にいいけど、E マン切ります。うん。ま、あ、めちゃめちゃいいね。4巡目でこの手合だったら十分いけるけど。うん、別に。ペンちゃん作っても結局ね、テンパイまでは早いけど、まあ、まあ、 まあ,まあまあ、まあ一応 E マンで、まあそんなに頑張らなくていいよ。トンプー戦のラスカヒマージャンのトンさんとかはね、そんな頑張らなくていい。E、はい、マン切る。早く、早く、両面できて、両面、両面の石安定にしちゃいたいけどね。はい、スーピン切る。うーん。まあこんなもん別にペイ、ペイ、ペイ切らんくて、えっ、ー、と、ウーマン切ったっていいしな。うん。 まあまあそうだね。うん。もうほんとそれぐらいの気持ちっていう感じで。フリーとかだとまた変わるわな。うん、やっぱラスカヒーマじゃなってやっぱ特殊なんでね。え、まあただいいつもした。まあただまあこれでウーマンで振ったら最悪だけどね。イー、うん e、マンの後にリャンマン。まっすぐ打つんだとしたらリャンマンが関連牌じゃなかったらイ、e、ーピンとリャンマンの切り出し逆だからこれね、ンウーマンとか刺さったら最悪だよな。大丈夫だったか。はい。 しもちゃの手は、ま、あ特別関係なく残したんか、これ。うん。まあ、転ン外しが発生してるけどね。イーペコのみ。えー、ペンサーマン転ン引っ掛け立ちせずの、えー 外してた、ねうん、まあ特別関係なくまあ2万からはまあ2万盾引いたら嬉しいとかまあまあまああんまそんな意識ないのかな普通になんとなしで残したんかな数万引いてもカンローマン抜けるでしょ2万引きだけか2万引いた時 E ピン盾はテンパイ取れないけど2万盾はテンパイ取れるという意味で残したんかな ああ、てかこれ、まあ、チートイツ、イーシャンってんだからか。ま、あちょっとごめん、完全にシュンツテに見えてたけど、ま、あま、あまあ、まあ特にその意思があるかないか分かんないけど、まあ、特別、リャンマンは関連牌ではなかったね。えまあ、ちょっとカンウーマン刺さったら寒かったけど。えま、あこういうリーチはね、ちょっと気をつけてね。はい。普通にシュンツテとして見ると、イーピンのが圧倒的に馬強安全なんだけど、なんでリャンマン引っ張ったのかなっていうと、やっぱり、 カンウーマンだとかね。うん。まあ、いろんな形あるから難しいですけどね。うん。まあ、例えば、223456とか ?223456 で、あ、223456はないか。223456だったら、E マンで二目つできちゃってるから。んじゃ223456じゃない。 223445とか ?223445 の形か。1223445。んおかしくないよね。1223445。1223445 12。うん。いやいやいや、1223445。12 1223445から1切って完全に3点うんまあおかしくはないよねおかしくないねうんまあそういう形あるんでまあこれがサブロマンとかもあるしまあただまあ符号形言い出しても切りないからまあ難しいけどね はい、そんな感じでした。まあ、なんで、まあ、いくらでも形あるんで。まあ、あんまりこのリャンマン切りでね、っていうけど、普通のウーマンよりはちょっと嫌だよねっていうね。うん、リャンマン引っ張って、カンウーマンがちょっと。ただ、まあ、それも結局、どこまで本当に上がってるかわかんないんで。はい、関数走行で引いて、テンパイね。で、ローピンが現物か。まあ、これはダマで。うん、ダマでいう。これ上がって、 オーラスでしょまあこれ万が一振っちゃうとやっぱりラスまで転落するしあとは打点があるのもでかいなザンクで千点棒1本でまあ9ピンが出たら満願だしまあ6ピンだとしても4900点の収入まあリーチしたらまあそれこそ羽根マンとかまで見えるから試合は決まるけどなまあラス回ヒマージャン的にはまあダマでやっぱこっそり6九ピンでかいかな まあ今回がドラが9ピンじゃなかったらもっと出るしね。てかドラ9ピンでも結構出るからな。こんだけ納品取り位置だと。はい。トイメンとかカミちゃんも絶対打ちたくないしね。まあ一応まあラスカーヒマージャンの教科書的にはダマなのかなぁ。まあこういうのもまあちょっとポイント配分にもよりそうだけど。うん。まあここでザンクは4級上がってもトイメンにも普通にまくられる可能性あるしな。まあ俺は別に これが大幅にマイナスだとは思わないか。俺もやっぱり黙っちゃうけど、実践だと。もうこっそり、ね、これで4,900点プラスして、35,300点で、オーラス迎えても結構トップ率高いかなっていう感覚で。ただ、リーチするじゃ段違いだから、まあ、あの、なくはないと思います。はい。強気にリーチしていく。 まあね、量刑だもんね。うん、リーチ入っていく。ああ、まった。まあ、これで試合決まったか。うん、まあ、そうっすね。まあ、高速卓だからこ、この細かい部分ね。あの、難しいけどね。ああまあ、割としっかり打ててると思います。はい。で、オーラスですね。まあ、こういうオーラスは、まあ、下地アシスト一番に考えて、 まあこんだけダントツでもやっぱりトイメンにマンガンとか打っちゃうと普通に並んじゃうんで。はい。うん、ただつ、手配はなあまあとりあえずパーマンか急走切っといて吐くか。まっすぐ吐くか。うん、うん。まあまあまあ。まあ、別にそんな悪いわけじゃないんだけど。ああ、ローソーからか。はいはいはい。 あーとね。まあ、俺の本でも書いてたけど、まあ、あんまりど真ん中最初に切っちゃうと、泣けない可能性も高いんで、ターツがそんなできてなくてね。だから、まあ、一応ちょっと、微妙な範囲から、筋で2つ持ってるパワー1とか。まあ、微妙な範囲から打つかな。リャンマンとかパワーマンとか。うん。ただ、まあ、トイメンのリーチ来て、 アンパイなかったら最悪だから。うん、別にそ、そんなにもうローソーぶち抜いても悪いということはない。やっぱり守備力は高いからね。ローソ僧ー切っていく。ウーマン切っていく。まあ、そういう感じか。下茶はね、手配がきつくても泣くんで、ここからいっちゃうと、どうかね。まあでも、いい、いいと思いますい。いいよ、いいよ。うん、はい、安定感あるし。これでトイメンのね、 リーチ入っても、あとまあ休想だけは絶対切らない、えー、トイメンの現物だからいいちゃったうんまあまあそうですねまあこれは見事なアシストまあ下茶が手配良くてよかったねもうこの段階でも相当肩つき待ってたねもううんはい突き<っ>しゃんてはいえそんな感じでした まあ、最後もちゃんとアシストの意識はね、強いし、うん。良かったと思いますえ。まあちょっと成績はだから、なんか、まあ40歳しかないんですけどね、報充率高めだけど、まあ高速託の報充率、まあ俺はな、低いけどもね、うーん。まあ高速託難しいんでね。 どれぐらいだったかな、まあ、俺のこっちのアカウントはまあなんかめちゃくちゃ地獄って言ってたアカウントだけど、めちゃくちゃ地獄地獄言ってたアカウントだけど、それでも11.4%か。うん、う,んうん、まあまあまあ。ンプ戦だけど、報従率は結構これぐらいになるんで、まあ長期で打てばね。はい。まあそんな感じでした。はい。まあ今回はじゃあ配布検討ね。ありがとうございました。 では、まあ、もし依頼がある方いたらね、まあ、ちょっとね、こうやって言うとね、一気になだれ込んじゃうんで、まあ、なかなか難しいとこあるんですけどね、この機能もつぶやいたしね、配布検討ある人は。まあ、ただ、ま、あまあ、まあ、別に順番でマイペースにやっていくんで、もし配布検討依頼あれば、DM ください。はい。まあ、一応何かしらで500円分いただいてやってますので。では。 お疲れ様です